開封現金。ということでね、今回ご紹介するのは初めの一歩から幕の内一歩。はい、こちらがねついに届きました。いやこれね結構予約してからね延期延期でやっと本日届きました。はい、これはね初めの一歩のフィギュアとしてはねどうなんだろうね、一歩ってそうそうないよね、フィギュアしてるのはね。しかもこれはねノンスケールなんですよ。スケールがなくて、まあ、どのぐらいのサイズかっていうのがちょっと未だによくつかめてないんですが、でここねエクセレントレジン極め仕上げ塗装済み完成品ってものすごいこと書いてあるんですよ。エクセレントレジン極め、すごくない？極め仕上げだよ。どんだけなんだろうね。まあ、一応ねこの箱自体はね、まあ、外観見てもらいましたけれどもね、まあかなり重いんですよね、箱の割に重い。 いやこれねめっちゃ気になってるんですよね。しかもねこれね実はバージョンがあるんですよ。自分が買ったのはダメージバージョン、はい、片目つぶってて結構こう擦り傷とかがね入ってるバージョンなんですよ。もう一歩がパンツも違うのかな、色がパンツが青とかだったかな。で普通に両目パッチリでね綺麗な肌の通常バージョン、はい、そちらがあったんですけれども、自分が予約で購入したのはダメージバージョン。やっぱ一歩って言ったらね、やられてやられてね最後の最後で逆転勝ちという、そういう戦い方がね好きなんですよね一歩ね。だからねやっぱこうダメージを負ってる感じの方が一歩っぽいかなっていうのでね、ダメージバージョンの方を選びました。はい、まあね何気にね自分初めの一歩が好きだったっていう人はねいないと思いますね。まあ、自分も今までのチャンネルでね公言したことないんですけれどもねいや実は初めの一歩ねほんと一巻からずっと見続けてますよ、コミック、今140巻ぐらいいったのか。まあその後はねレンタルコミックで借りて見てますけれどもね、はい、あとアニメもね全話見ましたしね、もうそんぐらいめっちゃもう好きですね初めの一歩。まあ、完全なボクシング漫画ですけれどもね、まあ、見りゃわかるか、はい、天井のね絵柄がこんな感じで、はい、パンツですね、パンツの状態でこの形容した数の星マークといった感じですよね。はい、では早速ね箱を出してどういう感じで入ってるかまだわからないんでちょっと見ていきましょう。はい、一応ね天窓を開けましたけれどもね、先にこういう説明書が入ってましたね、これはなどういうやつだ。あ、なんかこういうちょっと壊れやすいから丁寧に扱ってくださいよ的なやつですね、あ、顔と首にはそれぞれ磁石が入ってますってなってるね。あ、ほんとあれだね、ガレージキットみたいな感じなのかな。で箱の上はねこういう風にねなんかしっかりしたリボン状なもので止まってますね、すごい高級感あるね。はい、一応ね発泡スチロールを真っ二つに割りましたけれども、まあ見た通りね厳重に梱包されてますけれどもね、もう開けた途端にね、あのガレージキット特有のね匂いがしましたね。はい、ということはまあ要はフィギュアっていうよりスタチューに近い感じかな。でもね、すでにね、見えてる範囲内でめちゃくちゃやばいっすね。
出来が。いや、これはちょっと期待しちゃうな。まあ、とりあえず入ってんのはね、こういう本体ですね。本体にここに頭部が入ってます。で、台座ですね。はい。では早速、このスポンジからね、取り出してみたいと思います。はい。発泡スチロールからね、出しました。台座の方から見ようか。はい。台座、こちら。はい。台座もね、本当ガレージキットと同じで台座がめちゃくちゃ重い。なんだこれ、何でできてんだ。めっちゃんこ重い。でね、まあ穴が一つ開いてるだけで、まあ、綺麗なマット仕上げ、うん、艶消し感がすごい。はい。で裏はね、はい、講談社とね、森川ジョージというねプリントがされていますね。はい。それ以外は、あと4隅にスポンジがね、ありますね。はい。といった感じの台座。はい。続いて、本体ですね。こちら。バーン。はい。もちろんね、頭つけてないんですけれども。いや、これすっごいな。めっちゃよくできてる。ボクシングパンツもね、すっごいな、これ。シワとかもね、造形が細かい。釣り船、幕の内。で、この背筋の造形。すごいな。いや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 。でボクシングブーツもね、すっごい細かく作ってありますね。紐のね、こういう結び目とかもね、すごいですね。うん、すごいよくできてる。でこのグローブね、いや、このグローブのクリも半端じゃないね。握りしめている時のこのシワもすっごい細かく刻んであるんですよね。でね、ちゃんとね、このボクシングのね、まあ拳がね当たる部分がちょっとね薄くなってるんですよ。リアルですよね、ここはね。殴りつける部分、要は使い込んでるね、使い込んでる部分、それがちゃんとね白化してるんですよ、うん、いやー、このね、しかもね、この一歩のこのピーカブースタイル、これいいね。もう腹筋もすごいね、バッキバキ。これね、普通にもう取り付けられちゃうんで取り付けてみましょう。よっと、はい、こんな感じですね。で、肝心のお顔、こちら。いや、一歩してますね。感じの顔、もうね、森川ジョージ先生のね描き方そのまんま再現してる感じですね。特徴的なのね、この尖った鼻。もうね、作者のね描き方捉えてますね。鼻がとんがってる。でね、このまぶたのところにね、こう相手のパンチでねつけられた傷から血が垂れている。いいね。で、ところどころね、ちょっとね分かりづらいんですけどね、黒ずみがあるんですよね。
最初ね、あらこれなんか汚ねえなと思って、不良品かなと思ったんですけど、まあ、ボディにも同じようなね感じの黒い擦り傷みたいなね黒い筋が入ってるんで、まあこれは多分ダメージとしての表現でしょうね。はい。でね、この食いしばる歯、いいですね。でね、髪の毛はもうツンツン、ツンツンだね。まああの光沢っていうより、まあす、つや消しでもない、光沢でもない、半光沢みたいな、感じですね。はい。ではこれをね本体につけたいと思います。まあ、一応マグネットなんでカシャンっていくはずなんですけれどもね、いきましょう。あ、カシャンっていきましたね。まあ、ガレージキットを何個も組み立ててる私が感じた、あのカシュンっていうね吸い付くような感じ、それがあったんで、完璧マグネットですね。いやこれはすごいな、いいねこの一歩、臨場感がねある。でこの一歩特有のね前傾姿勢、生粋のインファイターですからね一歩は。いやこのファイティングポーズはいいな。このシリーズでね、なんかデンプシーロールとか作ってほしいね。デンプシーロールはどう表現するのかは分かりませんけれどもね。はい。ということでね、今回は珍しくね、今まで集英社がほとんどだったんですけれども、初めてかな、講談社。そうでもないか。講談社は他にあったかな。まあいいか。はい。まあ、講談社のね、初めの一歩から幕の内一歩。こちらをご紹介させていただきました。最後はね、もちろん回転台座に乗せてね、下から上までじっくりと見ていただきたいと思います。ぜひね、この機会にチャンネル登録していない方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。